はい、行きましょう。平方と不等式の証明ですね。ここは前回やった不等式の証明の続きです。こういう不等式の証明の中でもこういう二乗があるとき、二乗があるときはどういうふうにしたらうまくいくよっていうのを勉強します。で、その前に一つ知っておいてほしい用語があって、それはここに書いてる統合成立ってやつです。統合成立、これも漢字の意味さえ分かれば簡単で、統合イコールが成立するのはどんなときですかっていう意味なんですね。 A 大なりイコール B の統合成立っていうのは、この大なりイコールっていうのは、例えば X 大なりイコール5っていうのは、 X は5か X イコール5か、もしくは X は5よりもでっかいですよっていう意味ですよね。で、この統合成立っていうのはこのイコールが成り立つ時のことなんです。つまり A 大なりイコール B っていうのは A イコール B となるのはどんな時ですかと、っていうのが統合成立の意味なんですね。まずこの言葉の意味を知っておいてくださいと。そしてここからがここの本題です。二乗のある不等式はどうやるか、二乗のある不等式はどうやるか。で、不等式の証明は前回やった通り、不等式の証明前回やった通り2パターンですね。大きく分けて、まず一つは左辺引く右辺をして、これが大なりイコール0と言えると。これが言えたら A 引く B 大なりイコール0やねんから、 A 大なりイコール B は当然言えるでしょうっていう持っていき方と、もう一個は間に別の門を挟むんですね。A 大なりイコール B を言いたいとき、 A は C よりでっかいよ、そして C は B よりでっかいよ、ということは順位が決まるんですね。 A が一番大きい、1位2位3位やから A は B より大きいよっていう2つの流れがあったんですね。で、式で証明するときはもうほとんどこっちの流れになります。で、実際今回もこの引き算がほとんどの主流なんですね。この引き算でいけると。で、だからこの二乗のある不等式は引き算、左辺引く右辺をして、これが一番大事、この形を目指してください。何かの二乗を足す何かの二乗の形にする、何かの二乗を足す何かの二乗の形にすると、そうしたら絶対これって大なりイコール0ですよね。何かの二乗を足す何かの二乗って絶対0より大きくなる、当然ですよね。何かの二乗を足す何かの二乗、これは両方とも二乗やから絶対正ですね。正正やから絶対これは0以上になるとっていう流れですね。これを目指すと、ね、例えば M がマイナス5でも絶対2乗したら25になりますもんね。だから大なりイコール0を言うには、何かの2乗足す何かの2乗イコール0、あ、大なりイコール0の形を目指す、そう思っておいてください。あとは実践で見ると分かりやすいと思います。例えば X2 乗足す 5Y2 乗が 4XY より大なりイコールであることを示したいと。どう証明するかっていうと、まず左辺引く右辺を考えるんですね。これはいつもの流れです。だからこう引き算でこういう式になると。で、ここからですね、ポイントは、これを何かの2乗足す何かの2乗の形を目指すためにはどうするかっていうと、平方完成するんです。平方完成、平方完成した2乗の形出ますよね。だから並び替えてここに注目して、 x2 乗引く 4xy っていうのは平方完成したこうなるでしょと。 5y2 乗はこれ放置してます、まだここを平方完成してますね。ほなマイナス 4xy っていうことは x 引く 2y の2乗やと。で、帳尻合わせのために 4y2 乗引くと。これ意味わかりますね。展開したら一緒になると。ここが意味わからない人はこの不等式の範囲が苦手じゃなくて平方完成が苦手なだけなんで、そちらを復習してください。で、こうなったと。あとはこの括弧を外して計算すると、マイナス 4y2 乗と 5y2 乗と計算したらプラス y2 乗と。ほんならこれが何かの2乗足す何かの2乗っていう形ですよね。2乗と2乗足したら絶対正です。大なりイコール0ですね。で、イコール0になるのはどんな時かっていうと、この中身が0、中身が0、こっちの中身が0であり、こっちも中身も0の時、それだけですね。これで統合成立も分かります。つまりこの形持っていったら、まずここから分からない左辺大なりイコール右辺っていうのが分かると。さらに統合成立にはこれイコール0かつこれイコール0の時だけですね。だから x-2y イコール0かつ y イコール0ということで、 x も y も両方0の時ですよというふうに分かるという流れです。次2番も見ときましょう。これも一緒です。2番もこれは、まず2乗やってみたら、この何かの2乗足す何かの2乗の形目指すなと思う。で、不等式の証明やから左辺引く右辺を考えると、なこうなるんですね。で、これが何かの2乗足す何かの2乗にするためにまず展開すると。展開したら平方完成なんですね。
これの流れはこれイコールこれです。そしてこっちイコールこっちやと。8はまだ放置してます。で、帳尻合わせのために引く4引く4して括弧外して展開したらこういう計算になるんですね。ほんなら何かの2乗足す何かの2乗がっていう形になったと。これは当然大なりイコール0ですよね。で統合成立するのは M も N も両方0の時だけです。なんで左辺大なりイコール辺と分かり、統合成立はこの中身 A-2 イコール0かつ B-2 イコール0、すなわち A も B も2の時やっていう風な流れですね。ということで、ここでは平方の不等式の証明やりました。2乗の不等式ですね。まずここで大事な統合成立意味でしたね。 A 大なりイコール B の統合成立というのは A イコール B が成り立つ時と。で、2乗のある不等式はどうやって証明したかというと、何かの2乗足す何かの2乗が大なりイコール0の形を目指すと。で、これの統合成立はこっちもこっちも両方0の時、イコール0とイコール0だったらここがイコール0になるんで M イコール0かつ N イコール0になるよと。あとはこういうふうに実践で練習していけばノーヒントでもできるようになります。